ハイオシュアルフレードは、ハンガリーの競泳選手で建築家。第1回近代オリンピック、アテネ大会の競泳種目の金メダリストであり、ハンガリー史上最初のオリンピック金メダリストである。また1924年のパリオリンピックの芸術競技の建築部門で銀メダルを獲得しており、近代オリンピック史上スポーツ競技、芸術競技の両方でメダルを獲得した唯一の人物である。 単独の大会の全種目に占めるメダル獲得数の割合では彼を超える競泳選手はいない。ハヨシュはハンガリー王国ブダペストのユダヤ人の家庭にアルノルト・グッドマンという名前で生まれた。父がドナウ川で溺死し、泳ぎが上手にならないといけないと痛感したのは13歳の時である。彼は競技者としてのキャリアを始めるあたり、ハヨシュというハンガリー名を名乗った。 1896年、アテネオリンピックが開催された時、派シュは、ブダペスト科学技術経済大学の建築学の学生であった。彼は競技の参加を許可されたが、大学からの休学の許可を得るのは難しかった。彼が、工科大学の学部長の元に戻った時、学部長は、派シュのオリンピックでの開期を祝福しなかった。その代わりに、 私はあなたのメダルに何の関心もありませんが次の試験についての返答を聞きたいと言った。1896年のアテネオリンピックでは水泳種目は4月11日にアテネの外交都市ピレウスの税案で開催された。18歳のハヨウシュは非常に冷たい天候と4メートルの波が砕ける中で2つの金メダルを獲得した。 100メートル自由形でのタイムは1分22秒2で1200メートル自由形では18分22秒1の記録である。早押書は3種目すべてを制覇したかったが、500メートル自由形は100メートル自由形の直後、1200メートル自由形の直前であった。1200メートル自由形の前に彼は体に1センチほどの厚さに油を体に塗ったが、これが 寒さ対策には全くならなかったことが証明された。彼はレースの勝利の後に以下のように告白している。私の生きる意志が勝利への欲求を完全に克服したと。オリンピックの勝利者を称える晩餐会の席上でギリシャ王国のコンスタンティノ総大使は、ウシュにどこでその素晴らしい泳ぎを学んだのかと問うと、ウシュは水の中でございますと答えた。 翌朝アテネの雑誌、アクロポリスは彼をハンガリーのイルカのサブタイトルで取り上げた。彼は第1回アテネ五輪では最年少の優勝者である。1895年と翌1896年、オリンピック以前に彼は100メートル自由型でヨーロッパチャンピオンであった。多彩な競技者である波シュは、 1898年のハンガリーの100メートル競争選手権でも優勝した。400メートルハードルと円盤投げのタイトルと同様にである。また1901年と1902年にサッカーハンガリー代表の一員としてプレーし、1902年10月12日にウィーンでサッカーオーストリア代表との最初の国際試合をプレーしている。 1897年から1904年のアイダサッカーの審判を務め、1906年にはサッカーハンガリー代表のコーチを務めた。ブダペスト科学技術経済大学卒業後、ハヨーシュは W ・イーグネッツ・アルパーの事務所で働き、後にレヒネル・エデンと働くようになる。1924年、ハヨーシュはスポーツ施設専門の建築家として、 1924年のオリンピックの芸術競技に参加した。ラウベルで J と共に考案したスタジアムのプランは銀メダルを獲得した。なお金メダルは該当者なしと審判されたため優勝である。波シ種がデザインしたスポーツ施設で最も知られているのはブダペストにあるドナウ川の中スマルニット島に建設された水泳競技場である。 この競技場は1930年に建てられ、1958年、2006年のヨーロッパ水泳選手権で、また2006年の FINA 水球ワールドカップで使用された。そして現在では、この競技場は彼を検証し、オーシュ・アルフレード水泳競技場と呼ばれている。1953年、国際オリンピック委員会は彼にオリンピック、ディプロームオブメリットを授与した。 1966年に国際水泳殿堂入り。1981年には国際ユダヤ人スポーツの殿堂入りを果たした。彼の弟、ハヨウシュヘンリクは1906年の夏季五輪で 4X250 メートル自由型で金メダルを獲得した。ハヨウシュの当初のデザインはアール・ヌーボーと雪中様式であったが後にモダニズムに変わり、イタリア様式の影響を受けた。 アーカイブされたコピー。2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年3月10日閲覧。アルフレッド・エホース。www.eu-footbal.info.2011 年3月17日閲覧。ありがとうございます。